はい、時間になりましたので記者会見を始めさせていただきたいと思います。えっと、あさって5月15日に沖縄返還から50年を迎えます。日本記者クラブでは4月から沖縄復帰50回というシリーズ企画の記者会見を開催しており、今回が9回目、これが最後に最終回。 あの5月15日の前は最終回ということになりますけれども、えー、元防衛大臣、拓、え、殖、ー、大顧問の森本聡さんにお越しいただきました。えー、もうあの森本さんのご紹介は、ご略歴等のご紹介はあ必要ないかと思いますので、えー、省略させていただきます。えーえー、日本記者クラブでは3回目のご壇となりますあのもっと お越しいただいているかと思っていたんですが2015年以来ということになっています、えー、と日本の安全保障から見た沖縄あ、まあ、特に今のヨーロッパの情勢ウクライナの情勢なども踏まえてこのアジア地域の情勢がどうなっていくのかというのはこれは非常に再来の大きな関心事だと思いますその中に置かれての置かれる沖縄というものの位置ですね えー、この情勢というもの、そういうことについてお話を伺いできるものと思っております。えー、っと冒頭、森本さんの方から1時間、3 4 50分、1時間ぐらいで結構ですので、お話しいただいて、後ほど皆さんから質問にお答えいただきたいと思います。あの質問は会場をお越しの方とオンラインの双方からお受けします。オンラインの方は、えー、2つの方法でお受けしますあの。自分の声で直接質問されたい方は、 画面の下にある手を挙げるのボタンを押してください。質疑応答の時間に私が指名をしますので、そこでご質問ください。それからテキストでのご質問は QA のところで受け付けます。ご所属とお名前、質問を記入して送ってください。QA からの質問はあのもう今から受け付けますので、入れていただければと思います。 司会は日本記者クラブ企画員で共同通信の川上隆が担当させていただきます。よろしくお願いします。それでは早速ですけど、森本さん先生、よろしくお願いいたします。日本記者クラブの講演にお招きいただいたことは専門家として大変光栄に思います。私は自分で、まあ、経歴は自衛官。 外交官、行政官、そして学者と言いますか、としての経歴を経てきましたが、自分で言うのはなんですけど、どうも私は学者ではなく、えー、学者としての知識と実権は20以下だと思っています。長く、しかしか行政に、 携わってきましたのでまあ、行政官としての経験を踏まえて私が今頭の中にあるう国際情勢官というのを要点を尽くして皆さんにお話をえしてみたいと思います私はむしろ率直な質問を皆さんからたくさん出していただけることを 期待しています先の大戦は対戦の末期にアメリカが、えー、西太平洋を日本のラインで日本に攻略を進めてきたわけです。太平洋の、まあ、北側つまり西太平洋の北のラインは圧島から順繰りに日に、えー まあ、いわゆるサイパンを通って、えー、日本に入ってこようとしたいわゆるミニッツラインもう一つは豪州、えー、ガダルカナルからルソン島を通って沖縄に至るマッカーサラインという日本で、えー、アメリカが東側から太平洋を攻めてきたことを当時の日本の参謀本部は よく理解してませんでした19年の2月前後に、えーまあ、サイパンが落ちたときに日本はまあ敗戦が決まったというようなものであると思いますその頃まで、えー、アメリカは中国本土から B-29 を日本爆撃のために飛行させていましたが 後続距離は東京まで届きませんでしたがどうしても東京空襲をやるためには裁判が必要で裁判を取られたっていうことが直接 B29 が東京空襲ができるようになった一番大きな原因でまさにその日本が軍事的には敗戦が決まり東條政権が退場し まあたまたまですが私はその直前、今私が住んでいる東京都文京区、当時は小石川区と言いましたが、そこから参院の方に疎開をしたので、まあ過労死で今日あるという状態です。サイパンから東京空襲をやるときに、これを防ぐために、ご承知の通り、伊予島に当時陸海軍が、 戦闘機をを置いて、えー、航空路を、まあ、阻止、迎撃しようとしたわけです。したがってどうしてもこのアメリカは B20 の東京空襲を、えー、あまり大きな障害なく実行するためには u f 党っていうのを壊さないといけないということになり先の大戦において沖縄と並んで最大の激戦地になった理由はそこに あ,あります米軍の将兵の戦士が日本兵を超えたのは党だけですこの時守ってたのはご承知のとおり栗林中将のち大将。で震度衆議院議員の、まあ、おじいさんおじいさんとい言い方おかしいですが震度衆議院議員はそのお,お孫さんであります。 ついでながら2015年、えー、読売テレビの特別番組で、あのすり鉢山の上に立って、丸2時間、番組実況中継したんですが、硫黄島に上陸するためには、新議銀の許可外、これは今日でもかかりません、誰でもそうです、例外なくそうであります。 この時のまあ損害日本側の損害は大変悲劇的なものでその後マッカーサラインが沖縄に攻めてそして両方の部隊が同年秋に合流をして本土上陸をするということになっていたわけですが当時スティムソン陸軍長官はアメリカの若い兵士大学生大学卒業直後の兵員が 硫黄島と沖縄の激戦を経験するにです、ね、数万の若いアメリカ人が死ぬということを恐れ日本にポツダム宣言を提示したわけですが当時陸軍参謀本部はその降伏文書の中に国体の誤字という言葉がなかったのでこれでは玉体がどうなるかわからないと。 いうことに躊躇し大変な激論を10日間行っている間にトルマン大統領が2発の原子爆弾を日本に落とした歴史にイフというのはないけどこの時国体誤字についてアメリカがギャランティスすると言ってくれておれば原爆投下もなかったかもしれない、えー、し もう少しスムーズな終戦ができたかもしれないが繰り返しになるが歴史を翼で語ることは愚かなことなのでまあ現実の問題としては今日戦後の日本の平和っていうのはこの硫黄島と沖縄戦の2つの激戦で多くの方が犠牲になり その犠牲の上に立って今日我々の平和があるということを考えた場合、夢にもおろそかにできないと。我々は沖縄っていうのが再び戦火にまみえるような政策は決してやってはいけない。いかなる犠牲を払っても沖縄の人々を守らないといけないと。とこれが今日本が考える南西方面防衛の最大の 主眼である方針であるということははっきり申し上げておきたいと思います私はいつも沖縄に行くたびにそれを思うのですがまあそういうことを沖縄の方々に言うのはの失礼な言い方でこれは日本国民に対して言うべきことであって、えー、沖縄の お方々がどういう思いで戦後七十七年を過ごしたかということを我々は決して忘れてはいけないだろうと思います。ご承知の通り、日本は戦後日米安保条約を千九百六十年に改定して、日米同盟、日米安保体制に基づく同盟と日本の防衛力と。 日本独自の外交努力によって国家の安全を維持してきているわけですが今日今の状態を見るに、えー、世界の中で、えー、ロシアという大国と中国とそして北朝鮮という3つの国の脅威にまともに直面している国は世界で日本だけです。でそのことが,そのことがです、ね、本当に よく分かっているのかどうかということに、まあ、私は個人として疑問を感じているのですけれどもあの国民の方々はそのことは何となく分かっていて最近の世論の動き沖縄の中でさえ沖縄の世論も少しく変化が見られることは間違いないのかなというふうに思います。今日はは本当のところ私は ウク,ライナウクライナ情勢をお話ししたかったんですけれどもしかし沖縄という命題を与えられて沖縄で時間を潰すのは逃げてるように思われるのでやめておきますけれども私はどう考えているかというとどうも、えー、ウクライナ情勢はロシアが劣勢の状態で、えー、むしろですね、うんえー 決して彼らは下がることはないと思いますしドンバスとウクライナ南東部を手放すことはほらこ,これはないと思いますがしかし今のような状態でプーチン政権が軍事的に突っぱねた状態でウクライナと戦いを続けられるという状態はこれから年末にかけて徐々に 変化してきてどこかでテーブルに座らなければならないという状態が起こるのではないかと思いますただテーブルに座ったところでロシアの考え方が変わるはずはなくしたがってです、ね、この紛争状態は今後ずっと続くということだと思いますでしからば一体どうなるのかということについて二つ大きな私は 懸念を持っているんですが、あご承知のとおり、アメリカは今、国家安全保障戦略、国家防衛戦略、国家軍事戦略、それからニュークリアポスチャーレビュー、それからグローバルポスチャーレビュー,うーという、まあ、あ5つの見直しをやっていて、我が国も 国家安全保障戦略の改定並びに国家防衛戦略及び防衛力整備計画の策定という大きな命題に今日取り組んでいることはご承知のとおりでありますけれどもグローバルポスチャーレビューについて言えばヨーロッパの情勢が少しずつ収まってく、えーえー、るとおアメリカは欧州から少しずつ手をお 抜きむしろインド太平洋に対中戦略上グローバルポッシャーレビューという兵力構成の再検討を行いながら手を抜いていくということを言う人がいますが私は全くそのようには考えておりません。ヨーロッパはむししろウクライナ情勢の結果として ドイツやフランスをはじめとする NATO 諸国は今2030カ国のうち8カ国か9カ国ぐらいが2%を超えたぐらいですがおそらくほとんどの国が2%を超えるだけではなくて東ヨーロッパの国が2.5%を例外なく防衛費で超えてくると思います。 一番大きな変化はドイツでありドイツというのはメルケル政権の時から 1.53%1.5% ぐらいを維持し2%になることを強く拒んできたそれはヨーロッパの歴史を見るとドイツが強くなった時の周辺国の脅威っていうものはロシアの非ではないということを 歴史を繰り返してきたヨーロッパの国はみんな知ってるわけで、それを今回はなんか飛び越えてしまって2%しかも今後ずっと2%を維持すると、えー、ショルツ政権が言い始めたこのドイツの変化というのは大変大きいと思いますヨーロッパは従ってある種の冷戦後の再軍備の状態がこれから起こり加えて 東ヨーロッパの国々の軍事力がものすごい近代化され特にウクライナはですねこの戦闘を通じてかなり膨大な近代兵器が蓄積される返すということはしないと思いますのでしたがってですね周りの国がウクライナの軍事力をどう考えるかっていうことを考えてみると東ヨーロッパの安定っていうものを維持するため NATO の今 持っている NATO 二ゼロ三ゼロっていう国防戦略は果たして今後成り立つのかこれが私の第一の疑問であります。まあ第二の疑問はこれは中国は一体こうウクライナ戦争っていうのをどう見ているのかああ一体どこに教訓があるのか何をこれからしなければならないのかおそらく相当な時間をかけて、うん、中国は検討してくると。 思いますが、まあ、少なくとも今の時点で考えられることはウクライナのように数十カ国が支援をするという状態が台湾に対して行われるということをどうすれば防げれるのかということを中国は真剣に考えると思いますししかもですねその際、うん、まあ圧倒的な、うん 揚能力がなければ一番短いところで135キロの台湾海峡はノルマンディーの34キロの4倍を超えてここを渡る時の圧倒的な政海権と政空権を取りながら渡っていかないと安全に台湾を攻略できないとすれば一体中国は今からどうすればいいのかしかも自分たちの持っている兵器体系の一部がロシアと全く同じで。 ウクライナとの戦争でアメリカを中心とする NATO の国々が持ち込んだ兵器には全くかな,かなわなかったということを考えてみるとそういう兵器システムをそのまま持ち続けるということは、えー、人民解放軍の指揮官はおそらく受け入れないと思います。あの私は、えー、わずかかですが15年ぐらい航空自衛隊隊のの戦闘機の部隊ばかり いましたが戦闘員というのは自分たちの持っている兵器が他に圧倒する兵器でないと安心して部隊の勤務ができない必ず相手にやられるなろうと兵器という兵器の中に座って戦闘するなどということはどうしてもやっぱり彼らはできないどうしてもですね圧倒的に敵よりも 優秀だと自ら信じ込んで兵器を使う戦闘というものをしたいという強い強い願望の中にいるまあ人種これがあの戦闘員のまあ心情であります特に戦車なんかは戦車の能力はあの五十両と五十両が戦った場合、えー、少しでも優秀な 能力をを持っているるる戦車がが相手をゼロにすととうこでできるわけであります撃った弾が相手の戦車の中に破片として入ると破片は戦車の中をぐるぐる回って中に乗ってる人間はひき肉のようになって死ぬとそれはみんな分かっているわけでそういう戦車に向かっていくっていうようなことは人間の心情としてできないだから一つでも優秀な戦車に乗りたい。 そういう戦車でなければ危なくて戦えないこれが戦闘員の心情であります。でそれは何を意味するかというと中国は自分たちの持っている兵器が本当にアメリカが持っている近代兵器に頼るのかということを一つ一つの兵器体系を検証しながらこれから考えていくということだろうと思います。まあ、もちろん その他です、ね、いろいろな要素があって情報戦も宇宙のサイバーも電子戦もあるいは極超音速のシステムも通信電子能力も広報支援能力もどこが列位にありどこが優位にあるかということを丹念に調べていかにして優位な戦力を維持するかということを中国は考えるだろうと思います。 それが安心できる状態までおそらく軍事力を使うということは彼らは躊躇するということですから実はウクライナ戦争の教訓を最も優位に使う国は中国であるのかもしれないそのことは我々にとっていいか悪いかっていうのは大変難しい問題を提起するということだろうと思います。ちょっとウクライナの状態はこれぐらいで止めておきます。さて沖縄に話を 戻すとアメリカはあ今申し上げたように国家安全保障戦略の見直しをやってておおむね,ですね年末ぐらいまでの間に国家安全保障戦略そして来年の初頭には国家防衛戦略と国家軍事戦略を、えーまあ、明らかにするというふうに思います。その間日本側と相当いろいろろな政策調整を 行っていいいくとととうことになると思いますが今のところはアメリカが持っている基本的な概念はオースティン国防長官がいつも言っているように総合抑止総合抑止っていうのはこんなもの今頃言われてもどうにもならないんですが抑止機能を発揮するためには総合的な機能でなければならないというのは当たり前のことで陸海空の統合能力だけではなくていわゆる 領域横断の能力を統合しないといけないしかも、えー、いわゆる安全保障と非伝統的な安全保障と伝統的な安全保障も統合しないといけないソフトとハードも統合しないといけないあらゆる意味で戦力を統合して抑止を最大限にするこれがあの統合抑止の考えであります。だから ごくごくこれ当たり前のことを言っていて特段のことを言っているとは思いませんがそのためにどれだけの予算を配当するかということが問題で、えー、特に、えー、国防予算の中で、まあえー、EDI といってヨーロッピアンディフェンス・イニシアティブといって,って,言ってヨーロッパ重視の国防予算をです、ね、インド太平洋軍がかなり強硬に、えー 主張した結果、現在 PDI っていうか、パシフィックデファレンスデータレンスイニシアティブという戦略方向に予算がかなり多額に充当され、インド太平洋におけるアメリカの戦略体制がどんどんと強化されていきます。いつにかかってその最大目的は対中戦略にありますが、同時に 仮に台湾に何かあっても、えー、アメリカを支援し助けてくれる国がどこにあるのかというと、まあ、見渡して朝鮮半島にある同盟国の韓国は北朝鮮の脅威があるのでそう簡単に動けるものではないインドはそんなことをするはずはない ASEAN は自国の国の自国の防衛力に、えー、まあ すすするるいますか専念するだけで精一杯オーストラリアは部分的に協力するかもしれないがかなり距離がある。するとどう考えても台湾の防衛に対してアメリカが主体的に活動しこれを支援協力する国っていうのは同盟国日本しかないということなので去年おととしぐらいからこのバイデン政権が特に えー、発足して以来日本に対する期待感が非常に強く先週行われた日米の防衛大臣会合のお、まあ、合意というか結論文書といいますかを,を見ても明らかにその言葉の端々に、えー、インド太平洋における、えー、コミットメントを維持するため中国に対して日本の協力を 強く求めることとが非常にはっきりと出てまいります特にこの尖閣諸島は日本の非成下にある領域であって日米安保条約第5条が尖閣諸島に適用されることは当然でこの尖閣諸島の現状変更を試みるあるいは日本の姿勢を損なおうとする中国のいかなる一方的な攻撃にも 反対の意を唱えかつ抑止機能を働かせようそのために日本が日米同盟に基づいて日米防衛協力に定めたガイドラインガイドラインに基づく RMC つまりロールミッションだけではなくてケーパビリティを向上させるどうしても能力を向上させる能力を向上させるためには予算がいるしたがって日本の、まあ、いわゆる、えー、まだ はっきりと、えー、決まっているわけではないんですけれども、えーまあ、いわゆる反撃力、並びに日本の防衛予算の増額というのはアメリカから見ると、えー、大変歓迎する、えー、方向であるというふうに思いますしまたあ、オースティン国防長官もそのように述べている、えー、ところです。あー 今回の日米防衛会談は非常に良い会談だったと思いますがご承知のとおり今月の末日米合意のクワッドが東京で行われそれに出席するために5月の20日からまずバイデン大統領は韓国に立ち寄りその後 日本に23、24の両日来て、このクワッドに参加をし、その後は6月に現在の予定ではシャングリラ会合がシンガポールで行われ、おそらく改めてこの時日米韓の最初の国防大臣会合が行われると思います。報道によると 総理もシャングリラーにおいでになるということですから、これは何を意味するかというと、やはり現在のウクライナ情勢だけではなく、その後に続く中国に対抗するためには ASEAN の協力が不可欠であるということで、アメリカだけではなく、日本が ASEAN を説得し、協力を求め、ASEAN との 安全保障上の協力体制を強化するために日本がどういう役割を果たせるかということをアメリカが非常に重く見ているということではないかと思います。さて、えー、沖縄に話を戻すと、まあ、あのグローバルを見ると米軍は現在130正確に覚えてませんが134万ぐらいだと思います。 そのうち海外に約21万の兵力がありますがそのうち約8万はインド太平洋7万が欧州それ6万ぐらいが中東にありますまあ合計で約2 1万ですでインド太平洋においては在日米軍が最大兵力5万5千人その次は韓国に在韓米軍が 28, います、まあ、合わせてざっと8万弱であります。それ以外に、ね、小さなあ国にありますけれども、以、ま、前、あ、にしろです、ね、世界を見渡すと、えー、米国が海外に、ね、置いているプレゼンスの中の最大兵力が日本にあることは、まあ、言う場でもないと思います。でこれはアメリカが今検討中のグローバルポスチャーレビューの結果として、 これがどうなっていくのかということについてはまだ決まってません。さっき申し上げたようにヨーロッパから少し兵力を減らしてインド太平洋を増やしていくという見方もありますが私はそのようには見てませんヨーロッパは依然として不安定な状態であり続けるので簡単に欧州から米軍を引き下げるようなことはできそうにないと思います。したがって えー、このインド太平洋における兵力をより効率的に運用できるよう、えー、ポスチャー体制を変え同時に同盟国に、えー、もう少し、えー、能力や機能について貢献を求めるという方向に進むのではないかと思います。そういうい意味ではです、ね、私は私日本が国家安全保障戦略の見直しをすに 完成した後来年以降の課題としてやはり日米防衛協力のガイドラインの見直しという作業があるのではないかと思います。防衛費についてはすでに自民党から提言が出ていて、まあ、NATO 諸国の2%増を念頭に置きながらこれから 5年を目途に、えーまあ、同じ目標を達成するよう防衛費を増額していくという考え方はこれはまだ自民党から政府に対する提言のレベルにあります。政府はこれをどういうい形にしして、えー、今申し上げた 国家安全保障戦略ではなくて多分多分ですが国家防衛戦略並びに、えー、中規模この中規模は防衛力整備計画という名前に変わりますがこのどちらかの中に組み入れられると思いますそして重要な政治的コミットメントなのでこれは明文で、えー、まあアメリカに対して日本の国民に対して、えー、コミットしていくと。 いうこととになると思います、まあ、アメリカはすでにこの提言だけを読んで日本はコミットしたかのように受け止めているようであり、まあ、規定の事実として受け止めているという、まあ、アメリカ人らしい、えー、早とちりの反応ですけれども、えーまあ、今のような日本の防衛力では南西方面を含む日本の 安全保障をですね、今申し上げたように中国と北朝鮮とロシアという3つの大きな軍事力に対抗する体制を取るには足らないということははっきりしていると思いますただ問題は額なのではなくて一体どういう資質の能力を備えることが正しいのかその結果として えー、どういう防衛費になるのかっていうことが導き出されるのが正しいと思いますがしかしまあ行政の手続きとしてはもう6月には骨太の方針が決まり8月の末には概算要求が作られるということでもう初年度令和5年度の予算の概要がそこで決まるまでの間に今申し上げた基本的な防衛力の あり方について方向が決まらないと、えーえーまあ、これからの防衛力を整備することができないということでありでその中にです、ねえー、ご承知のとおり2枚目の紙にの真ん中あたりに書いてあるように同盟強靭化予算勝、まあ思いやり予算ともいいそういう言葉をやめて、えー、在日米軍の経費分担といってそれもやめ まあ新しく同盟強靭化予算という形にして今年度は2,000億を超える予算を取ったわけでありますけどもこれで十分なのかというとまあかなりしも十分とは言えないんですが今の地位協定で認められている日本が分担すべき予算はもうこれ以上出しても えーまあ、出しようがないという状態なので例えば水道光熱費だとかあるいは、えー、土地の借用にかかるうー、まあ、経費をー、まあ、土地を提供している方々にお支払いするというのは、まあ、一定額でありましてかつ、えー、在日米軍が雇用する日本人従業員の給料も 一般の国家公務員との対比において、そうベラボンに出せるわけではなく、まあ結局同盟強靭化の予算というのはだいたいこれぐらいの額でこれから定まっていくということになると思います。もうご承知のとおり、日本の中にある在日米軍の専用基地の専用面積っていうのは。 沖縄に集中していて沖縄が非常に多いことはご承知の通りでありますがもうこれはいろんな戦後の経緯があって、えー、本土における在日米軍の基地っていうのは私有地があまりない公用、ね、地を貸、えー、してそれが徐々にこう日本に戻ってくると一方沖縄のお土地っていうのは私有地をお沖縄戦の後、ね、アメリカがあ 使って使用して施設を作ったものですから借料を地主さんにお支払いするということでこの強靭化予算とは別におおむね2000億の予算が取られてお支払いしているわけでありますだそういう意味で,です、ね、なかなか米軍といろんな厳しい交渉をしているんですが沖縄の中で特にカデナイナの 土地っていうのは非常に沖縄の方々にとって大事な土地でここの土地の返還を進めることが沖縄の方々の強い希望であることは政府は十分によく知ってるんですがアメリカの基地をそのまま返すといっても全く使用目的がなくなったら当然。 返すのはこれは地域協定に決められているわけですがそれ以外はですね、大体の土地を探してそこに移転させて、えー、土地を返してもらうというやり方を、まあ、今までずっと進めてきたわけですそれ以外にご承知の通り、えー、日本にいる海洋田約1万9千人のうち、まあ、1万人を残して残り9千人を移転するとそのうち4千人がガムに移転するということで ガム移転の計画がどんどん進んでそれに必要な経費をの一部を日本が負担していることについても同様です地位協定についてはこれはまあ,あの沖縄の方々だけではなくてそもそも米軍の基地の在り方から見て地位協定を改定すべきだという議論はもうずっと戦後続いて今日もやむことがないのですが NATO の地位協定が変更になっているのに日米地位協定が相変わらず全く改定になっていないのおかしいという議論は少し単純な面があって NATO の地位協定をモデルにして日米地位協定ができたんですが NATO は現在は30カ国元は16カ国その前は12カ国で冷戦期を乗り越えたわけです。 その頃の地位協定というのは NATO 地位協定というのがあってその NATO 地位協定に基づいて個々の国との米国の2国間の地位協定がそれぞれ結ばれて今日あるわけです公表されているのもあるし公表されてないのもある代表的なのはドイツとの地位協定でここはボン協定と言われてボン協定は何度か改定されてますが繰り返しならそれは NATO 地位協定のことではありません。日本 アメリカとドイツの特殊な地理的な状況に応じて改定が行われたもので大体しかしその協定の変更部分は日米間でも進められておりいろいろな補足協定や運用改善によって地位協定の運用を円滑にするよう努力をしているところです。 私もあの外務省にいる時はこの日米地位協定に基づく日米合同委員会の後ろの席に座って参加したことが何度かありますが本当に双方が国家の利益と住民の方々の利益を考え相当激しくやり合いながら個々の問題についてですね運用改善を重ね今日になっているのでいいダクダクとして日本が 地位協定を受け入れるということではありませんついでながら地位協定をアメリカが変えるとアメリカの場合は議会の承認が必要ですがその前に他の国と行なっている他の国との間で持っている地位協定に普遍的に波及します。他の国他の同盟国 NATO 諸国だけではなくて中東や韓国など アメリカの同盟国は日本のとアメリカの地位協定を変えるなら我が国も変えろと言って、まあ、グローバルに地位協定の改定交渉が行われるということになることは当初から念頭に置きながら地位協定というのを考えていかないといけないと思います、まあ、地位協定については沖縄にいろいろなご不満があることは我々としても えー、よく知っているのですがその都度その都度苦労をしながら、えー、まあ当初はですね確かに地位協定に基づく、えー、日本の地位っていうのはあまり高くない時期がありました戦後すぐ私も例えば沖縄の在日米軍の兵隊さんが えー、沖縄の大学に通っていて夜自動車を運転するときに交通事故を起こし、えー、それをです、ねうん、アメリカは公務執行中の作為もしくは不作為に当たるということで裁判権をアメリカが取ろうとしたんですが断固日本側は許せないとそれはどう考えても、えー、そのアメリカの兵隊さんが夜に、えー、沖縄の大学に通うのは公務執行中の 作為もしくは不作不に当たらないとアメリカはそうではなくて、この学生に学力をつけることは、えー、米軍の,おその能力向上にとって不可欠だから、したがってアメリカが税金を払って、えー、学費を払っているので、公務執行中の作為もしくは不作為に当たるということで、劣化のこと、日本が怒って蹴飛ばしたことがあります。そして日本の裁判所に持って行って裁判をしたこともあります。 まあこ,のこういう一言をもって地位協定を改定するというのは、少しえ物事を早急に考えすぎると、じっくりと世界的なグローバルなその地位協定の在り方を見ながら、どうすればこの現実の問題として運用改善が図れるかというのをその都度え事態に照らして、日米間で交渉をやってきたえわけであります。 単にです、ね、地位協定に書いてあるからといってそのまま従ってきたわけでは決してありません地位協定の運用も時代の変化に伴ってどんどんと変わっていき例えばその一つが軍属の定義についての変更というものでしたこれを一言をもって地位協定を改定しろというのもこれはちょっとそのその 巨大なあの地位協定の解釈で十分に定義を変更することは運用改善によってできるということなので、まあそういうふうにして扱ってきたわけであります。うん、沖縄にはいろんな問題があり、私も大臣の時にオスプレイを持っていくときに本当に本当に苦労しました。でも今から振り返ると2012年オスプレイを 9月に持って行って沖縄に受け入れをご承認いただきその次の週には、えー、尖閣諸島にこれはまあ日本が、えー、国有化したということも理由の一つですありますけれども尖閣に、えー、中国の公船が入ってきて今日に及んでおりどんどんとその実態が 強化されてきてきいるととうことはご承知のりりであります、えー、オスプレイを配備して私は歴史を振り返って、えー、この10年間違いなかったなと今でも思ってますが残念なのはオスプレイの配備基地を九州に指定したもののなかなか地元のご理解を得ることができずに、ね、現在 来さらずにまだ5年契約で置いておるという状態でここで南西方面で何かあると1,000キロを及ぶ優に及ぶ飛行をしながらです、ね、北九州に持って行ってその陸上自衛隊の部隊を。 オスプレイに乗せて南西方面にまた飛ばさないといけないという,もう極めての防衛力の運用としては効率のありやり方をせざるを得ない状況にあり一日も早くオスプレイの基地が九州にできればいいなと思っておる一,一人であります。 南西方面は陸上自衛隊を中心として随分といろんな計画が進み2枚目の真ん中に書いてあるように約1万人の防衛力を6つの島に、まあ、正確に言うと5つの島に配備することによって尖閣に何かあった場合には本土からではなく近隣の島から 速やかに部隊を送ることができる体制を作り同時に近寄ってくる対抗兵力に対して地対空および地対艦のミサイルを使ってこれを阻止する体制を作りつつあり石垣島が今年度に編成完了すれば まず第一段階として南西方面の防衛体制が一応出来上がるということになります。ここから先はこれ仮定の話ですが、もし仮に台湾に何かあった場合、一帯台湾におられる日本人、まあその時によって人数が違いますが、まあ概ね平均すると2万2万5千人ぐらい。 でですけけど、それれだけで済まなないい。かもしれない台湾の方々が、えー、日本の方に避難したいといった時に、えー、その法人の場合はあそのおお台湾の中に入って、うん、台湾の中に入ってですよ、えー、警備をするという任務は与えられてません、えー、ただあ台湾から日本に輸送するという任務は、えー、自衛隊法の中で認められています。 台湾はあくまで中国は中国の一部とみなしている地域なので日本の国家の主権はありませんし台湾とそのような条約も協定もありませんのでしたがってです、ね、こういう非常の事態に台湾におられる日本人の方外国人の方アメリカ人の方台湾の方々をどうすれば 輸出し輸送しこの輸送する船舶をどういうふうにして守り安全に沖縄あるいは日本の本島に退避させるかっていうのはなかなか難しい問題で、えー、とまだ政府はアメリカと台湾と日本で公式な協議をしたことはありません。ただ、えー まあ我々のような専門家が集まっていろんなシミュレーションを行ったことは何度もあります問題点も分かっていますしかし日本の法律を作ってですね、台湾の中に入り込んで救出をするということは現実問題として今の法体系の中ではなかなかできないという難問に直面しているのではないかと思います 同時に尖閣や東シナ海における中国が接近してくる状態っていうのは日に日に強くなっており一体それでは台湾シナリオが動く場合に一体尖閣はどういう状態になるのかその時に尖閣をどういうふうにして守るのかあるいは守るということは何を意味するのかっていうことはまあ政府は政府で頭の中で 体操していると思いますが台湾と公式に話したことは公式にですよ話したことはありません我々は民間人として台湾のいろいろな研究所や軍人の OB あるいは外交官の OB などといろんな種類の協議をしたことはあります何度もあ,ってはありますが、まあ、ある程度の合意はできているわけですけれども繰り返しになるが、うん 国として法律が出来上がるということにはならないと思います。テーブルに今持っておいていつでも出せるような状態にし、何かあった場合にですね、それをどうやって発動していくかということはこれからの大きな課題であると思います。で私は最後にですね、日本の防衛っていうのを考えると冒頭申し上げたように日本は、えー、先の対戦からずっと大陸 かから入っっってててくるる勢力に日本の国国土とと民ををどうやって守るかというや守いきたわけですだから日本の防衛力と日米安保体制に基づく日本の抑止力っていうのは、えー、北海道から九州までどちらかというと日本海に面しているところに重点を置いてきたわけです。えー、今でもロシアと中国と北朝鮮にどう向かい合うかということで防衛体制ができているんですが。 南の方からどっかの国が入ってくるということはこの77年間はあまり予期してませんでした。第二次世界大戦の時にさっき申し上げたようにミニッツラインとバッカーサラインで南側からアメリカに入ってこられたっていう話は冒頭した通りですがそういう状態は今までなかったのでだから例えば、まあ、分かりやすく言うとうう四国には在日米軍がありません在日米軍基地もありません。 日本でで最大の半半島島は紀半島ですだから歴代の天皇陛下が熊野に賛同するということがずっと神与の時代から行われた神聖なる地域でありますがこれもです、ねまあ、自衛隊や米軍の施設がほとんどありません。 南の方から入ってこられるっていうことはあまり予期してないのでレーダーのギャップもあります南側から入ってくる場合に態勢がすぐ取れるかというとそうはなっていませんしたがってあの私は政府に提言をしてるんですがもう少し、えー、と日本の南側から入ってくる兵力これからですねもうあの報道にあるように中国はあ3隻目の空母を 持っているわけで3隻がだいたい4隻になると1隻は常に太平洋のところに持ってこれるようになりますローテーション上と南の方から入ってこられたときどうすれば日本の安全が維持できるのかということはなかなかまだそこまで日本の体制は整っていないとこれはこれからの大きな課題であると思います。まあ、加えて 日本は今在日米軍基地があって日米の安保条約と地位協定に基づいて米軍が日本の中に入ってきて短期であれば長期であれ駐留しアクセスを求めることができますで同様の協定を地位協定とは言わずに促進化協定と言ってるんですが豪州とすでに結んでます。 で報道にあるようにイギリスとは先週総理とジョンソン首相との間で日英の促進化協定について基本合意ができましたまだ署名はしてませんだからまあ豪州と日本アメリカはもちろんのこと豪州とイギリスとだけは促進化協定ができてます私はこういう促進化協定を 多数国とと結ぶことのできるようなモデルでかっていうと日本に何かあった時これは災害派遣でもそうですが軍隊に来てもらって協力をしてもらう時に軍隊が入れないような状態になっているつまり地位協定がないからであります。それはそんな国はないんですインド太平洋で。えー 多数のの国国がが演習や訓練をすす。るためにどの国でも部隊入れます日本の自衛隊もコブラゴールみたいな演習に参加してますがしかし彼らは日本の領域の中で多数国の訓練はできませんまあ洋上でやっても変えることはできますが陸地に上がるということはできませんそういう不便さを考えると日本に何かあった時に 彼らに必要な協力や支援をしてもらうためですね、アメリカが例えばイラクに持っているような地位協定のモデルっていうのがあって、そのモデルを合意することによって、例えば日本があのイラクに出ていったときは、クェートニと、えー、の、えー、合意を、地位協定の合意に署名して、えーまあ、自衛隊をイラクに駐留させたわけです。 日本は外国には行けるんだけど日本に来てもらうことはできないこれはちょっとおかしいのではないかとこういう協定をですね多国間で結ぶためのモデルっていうのを我々は作るべきだしそれから沖縄の負担を軽減するためにはここから先はですね、えー、ガムと豪州がこれからアメリカのインド太平洋戦略の中で極めて大きな役割を果たすことが えー、だんだんとまあ分かってきているので、えー、ガムの基地の一部を、えー、日本が借りてそこに自衛隊の少数部隊が展開をしそこを使ってサイパンなどの訓練基地を使って多国間演習を行い場合によっては豪州に豪州、えー、が促進化協定を日豪で結んだので自衛隊が今度は豪州に行くことは何の問題もないわけでそういうふうにしてですね 沖縄の持っている負担を外国に部隊や訓練を動かすことによって負担を軽減するというやり方もこれから考えるべきではないかというふうに思います。我々は決して安全保障について硬直化された考え方には立っていないのですがまだまだ日本は現在の憲法下でできることそれからできないこと えー、こうあるべきだっていう議論はできても実際にそれが、えーのえー、立法化できるような状況になってない部分っていうのはたくさんあってこの矛盾の中に、えー、日本の行政がおそらく存在しているということではないかと思います。沖沖縄縄の方々々が日々ご苦労ににになっていることはあの沖縄に行くたび と考えますけれどもしかしできるだけ、ね、彼らがもう快適に豊かな生活ができるように、えーえー、日夜この努力していくっていうのはこれはあの政府の責任であり広く日本国民に求められた大きなあの義務であるというふうに考えてまいります。 お話をして何かあんまり具体的な施策がなかったように受け止められていると思いますがここから先は皆さんの質問に非常に率直にお答えしようと思いますので質問をしていただければありがたいなっていうふうに思います以上で3分間時間を残しましたが以上で私のまあ一方的な話をお聞き 止めることにして、あとは皆さんにいろいろとご指摘をいただきたい、会話に考えています。以上でございます。はい、どうもありがとうございました。えー、っと非常に幅広い、えー、話を、お話を、えー、聞かせていただきました。いろいろ質問があろうかと思いますので、これから質疑をお受けしたいと思います。あの質問の受け方はあの、会場でご質問のある方は挙手をお願いします。えー、私が失、えー、明をしますので、近くのマイクを使って、 お名前とご所属をおっしゃってから質問してください、えー。ご質問の際は感染防止対策のためにマスクを外さないようにお願いします。えー、オンラインで参加されている方は、先ほど申し上げましたように、直接質問されたい方は、ズームの画面の下の方にある手のマークのボタンを押してください。えー、私が示しますので、ミュートを解除してご質問ください。あはい、すみません。一言だけあのその前にお話し するのの忘れてましたが今日沖縄の話を私は申し上げましたが非常にいいチャンスなので、えー、幅広く沖縄の問題に限らず日本が直面している安全保障まっ向か安全保障防衛問題について今日お話ししなかったことを取り上げていただいても結構で。あの 私が答えられることは私の能力の範囲の中で最大限お話ししようと思いますので遠慮なくご質問ください。以上ですあ,ありがとうございます、はいえー、それからテキストでの質問は、えー、同じく Zoom の画面の下にあります Q&A にお名前とご所属を添えて質問を書き込んで送ってください。私が代読をさせていただきます、えっと。それではまず会場の方からご質問が。はい。じゃあ、えっと、その後ろ、島田さん。NHK の島田です。日のね日本記者クラブの オンラインでの会見で、やはり強調していたのが、やはり基地が沖縄に集中している問題、これは相変わらずだという、これを改善を求めていましたけれども、今の先生のお話と重ね合わせると、これ、沖縄と関係していくんじゃないかと思うのが、今のロシア、北朝鮮、中国、3方面、これへの日本の防衛ということを考えた場合に、日米安保体制もですね、先ほど紀伊半島の話を言ってましたけど、北海道にもありませんからね。 これまではあのロシア、旧ソビエトの時代から刺激をしないということで、ミサをほぼ北限にしたで、しかしこれあの、今後のまあロシアがどうなるかという行く末にもかかる話ですけれども、日米安保体制を、今の中国を意識した南西重心にとどまらずにです、ね、北の端と南西、その両端の方にですに、ね、展開をしていくような可能性というのは、今後、ありますでしょうか。 えーまあ、非常に私はあの、えー、逃,げの逃げるようなこの答弁をあのするので心苦しいんですがまさにそのことを今国家安全保障戦略で見直してでそれをです、ね、ベースにして国家防衛戦略を作りその防衛戦略を具体化するための防衛力整備計画を多分5年を 基準に作ってあんまりコロコロと変えないでいいようにしようとただ対抗にあった別表はどこにつけるかまだ何も決まってません、うん、それでご承知のとおり国家安全保障戦略は NSC でまあ国家防衛戦略とそれから防衛力整備計画は防衛省で主としてやってます ややっっててまますすいうののは策定の作業をやってますで今のご質問は全くその国家の安全保障戦略の基本に関わる問題であり多分です、ね、国家安全保障戦略の中に出てくると思います。えー、というのは防衛力整備計画とかそんなあの問題では全然ないですねかなり長期にわたる日本の安全保障のあり方の根幹に関わる問題。 で、多分ですね、えー、まだ誰も知らないで、まだ議論がとうとうと行われているところですから、結論は誰にもわからないのですけれども、多分ですね、うん、日本の安全保障を変えるといいますか、これから手に入れなければならないことがあるとすれば、 私は頭の中にあるような3つです。つまり、日米同盟を今のような状態でいいのか、日米同盟を今後どうすればいいのか、この,この鍵はですね、さっき私、ちらっと申し上げましたが、RMC という言葉がありますよね、ロール・センド・ミッション・エンド・ケーパビリティ。で従来はロール・センド・ミッションを重視してたんです。だけど、ケーパビリティが重要なんですね。つまり 能力という役割を分担するために日本アメリカから見るとその能力の部分が足らないもう少し強,、えっと、強化してもらえないかそのまあ代表例が例えばその極超音速に対する対応能力だとかあるいは領域横断、えー、分野における日本の能力だとか、まあ、あるいはそのいわゆる反撃力だとか そういうものがですね日本は非常にこう制約的な状態になっているこれではロールセントミッションというのを満足にできないここをどういうふうにして強化していくかということを考えることによって今お話のように北海道になくてもロシアが具体的な脅威対象になるというのであればいつでも日本の防衛力を動かしアメリカと協力をして 対応でできるような体制これ狭いですから日本はということになるんでと置かなければならないということではないです。どうやったら反撃力を持って柔軟に防衛力を運用できるかっていう考え方に恐らくなる。でその際第2番目にやっぱり今まで我々あんまり考えていなかった領域横断の能力と例えばそのいわゆるインテリジェンスというかインフォメーションだとか警戒監視の能力だとか。 あるいはサイバーとか宇宙とか電子戦だとかっていうようなんです、ね、能力はちょっともうあの今までに例外のないぐらいと広範な範囲に広がっていてこの前あの日米防衛大臣会合の記者会見で防衛大臣がちらっとこう無人機の話をなさいましたけどこの UAV についても日米で共同の研究開発として 新しいいい手に入れようというと議論も行われている。つまりウクライナ戦争があるからではなくそもそも今の我々が生きているその時代がこういう問題に直面しているということなんですここの部分をどのようにしてこれから予算を取って具体化していくかっていうことがこれからの安全保障の一つの大きな軸になると。で最後にもう一つは、そ えー、多国間の抑止機能とということです日米、日米で言うけど日米でできることは限られているヨーロッパだって別に、ねえー、アメリカだけでできるわけじゃない、えー、NATO30 か国でウクライナを支えているだけではなく、えーまあ、日本も、えー、オーストラリアも韓国もです、ね、いろんな国が中東もそうですがもの、えー、を出し支援もしそしてウクライナを支えて 大国ロシアと向き合ってるっていうでこういう状態にすることが一番いいんですよとにかくゼレンスキーが演説をしたらものが集まるそういう状態にする <laughs>、えー、ようにするのが一番いいんです自国の税金で全部賄うなんていう考え方ではなくてグローバルな抑止機能をどうやって高めるかこれがですねおそらく、えー、これから、ね、3つの大きな国の脅威に対抗する知恵だと。 いうことなんですけどお,おそらくこの3点が国家の安全保障戦略の,もの,の柱になるのではないかというふうに考えています。はいはいありがとうございます。はい。えー、っと、じゃあどうぞ。はい。個人会議の川北です、まああの。非常に面白い話はあ,ありがとうございましたあの。沖縄の話ではあるんですが、今日はあの台湾についてですね、相当。 あの話をされていただきましたので、それについて聞きたい、ちょっと聞きたいと思います。あの中国はですね、まあ今のウクライナ戦争なんかを見て、一つ一つの兵器その他を見てですね、えー、どこが劣位、どこが優位にあって、そういうことを慎重に今考えて、優位な状況にあるまでは躊躇するだろうというふうにおっしゃったわけですがあの一般的にはですね、今あの中国はその短中距離ミサイ、弾道ミサイルなどを。 配備してですねアメリカの空母打撃,打撃軍のまあ動きを封ずることはできるというふうに言われてますが、これ本当に中国の短中距離弾道弾にそれだけの能力があるのかないのかということですね、それと中国が上陸させるために強襲揚陸艦その他のまあ艦隊をまあ台湾のです、ね、海岸に送り込むとすれば、まず制空権を取らなきゃいけないと思うんですが。 あの例えば中国の最新鋭の J20 というのはまあステルス性で、まあ、アメリカの最新鋭の F35 にですね、カタログ的な意味での性能はほぼきっ抗、むなしは部分的には上回っているというふうに言われてますが、本当にそれだけの能力があるのかということですね、つまりおっしゃったように、中国はロシアの兵器体系をいわばコピーしているわけですから、いかに中国が独自にそれを開発したものだといってもですね、 元を正せばロシア製の、まあ、性能の悪いミグがないしはスホイが原型じゃないのかということですね。あのもう古い話になりますが、1982年のベッカー高原上空航空戦でですねイスラエル対シリアの空軍が戦ってイスラエルは80勝0敗という、まあ、驚異的な戦績を挙げたわけですね。もちろん米軍、アメリカ製の戦闘機を使ってです。ということはもうアメリカの戦,戦闘機はミグやスホイをはるかに上回っていたわけで。 今もちろん世代交代してますが、えーまあ、台湾空軍は今,後、えー、今回、F16V を装備したということになりますね。でまあ、これはあの中国の J2G は第5世代、つまりステルス製ですから、えー、しかし F16V はそのステルス製の破ることができると言われています。ですからこれ、これが戦った場合、ですね、一体どちらが優位なのかということですね。その辺をお聞きしたいです。 これは、あのうんとですね、私はあのいくつものプロジェクトに、えー、入っています。そのプロジェクトというのは、中退はどうなるかという、その一つがあの笹川からこの前出た台湾シナリオの本ですね。あの今日なんか再販、えー、するので、 5時脱筋があったらもう一回見直せなんていうふう、えー、と言ってこられたんですがあの相当売れてるようですけども実はですね、えー、それ以外のところにも、えー、と参加し、えー、いくつかのプロジェクトも主査をやってますで日本の専門家は意見を全く言われてます一つは台湾市内よってねそんなね中国が 軍事力を使って台湾を攻めるなどということを考えるかどうかしてるそれをもしやったら中国はロシアとは違って全世界の先進国と非常に密接な経済関係にあり一度に中国は経済的に崩壊するあるいはもうあの機能が停止するそういう自殺的行為をしてまで中国が 軍事力を使って台湾を攻めるはずがないという人。もう一つは、そんなことはないと。中国は去年の10月、習近平が氏が言ってるように、台湾統一は中国共産党の歴史的任務である。これは必ず実現しなければならない。実現できると言い切ってるから、実現するに違いないと。という。 議論ですねでいやいやそれは実現すると言うけど実現すると言うけどその手段が問題でそんな軍事力を使ってやるはずはないっていう、まあ、ここでまで分からるいわけです、ね、私はこう考えてるんですよ中国が台湾を統一しなければならないと本気で思ってるとただしいつどのような 方法を持ってこれを実現するかは中国はまだ決心していない。決心するときの非常にクリティカルなクライテリアは2点。それはアメリカがどこまで関与してくるか。第二は今のお話のようにそのときの軍事バランスはどうなのか。この2つ。その時に、そのときに判断を。 してですね、ベストのタイミングでベストの方法を選ぶということなんだと思うんですよね。で最初のアメリカが関与する云々っていうのはどういう意味かというとアメリカの台湾関係法はこれ条約でも協定でもありませんから台湾が他国に統一されようとして武力を使われたら台湾を守る条約上協定上の義務はないんです。 だからその時にじゃあ何が判断するかというと政治意思ですだから大統領が米軍を動かす戦争権限法のもとにいて議会承認を得るそれは政治決断ですこの政治決断は大統領の意思にかかっているのでやるかやらないかわからない これをストラテジオブ・アンビギュイティって言ってるんですね、曖昧さの戦略で、やるかやらないかからないんだから、わからないじゃないかっていうのを言ってる。これに対して、例えば最近はですね、えー、アメリカの専門家の中でこう、曖昧さの戦略をやめろと、明確にしろという議論が、えー、あります。一部の有力な専門家の中にあります。いずれにしてはアメリカの意思がなへんにあるかということが一番大事です。 ついでにながら、バイデン大統領は記者会見で記者に、ですね、あなたは台湾が攻められたら守るつもりですかと、私は守るとはっきり言って、えー、その日の夜だったかな、次の日だったかな、さき報道官は、いや大統領の発言をはちょっと言い過ぎ、訂正しますと言って、報道官に訂正されてるわけですね。つまり、それぐらいこの問題はアメリカの政治そのものなんです。でそれを中国はどう見るか、本当に出てくるなら、これは腹,腹を決めないといけないわけ。 出ててこなないって見たらあのやるかもしれないで,で、一番大事なのは出てこないようにすることだ出てこないようにするためにどうしたらいいかっていうことなんです、問題は。そのためにはですね、明確な国際法上の軍事力を行使するような行為をすることによって、戦争を発揮しないで、どうやってやるのか、例えば数百人の工作員を台湾に送り込んで、次々に暗殺をしながら、 台湾が中国に出資している経済活動を全部止めです、ね、人質にとって政治活動を行い、2024年の総統選挙の時に、この中国の思ったとりにしなかったら、あなたたちの命ありませんよっていうようなことをやって、非合法な活動やディスインフォメーションを、今回のウクライナに見られるようなディスインフォメーションを大幅に長期にわたってやることによって、軍事力を 使わずにやりしかし、使う場合にはたった1日か3日ぐらいで一挙に台湾を攻めてそして、ある日中国の旗が立っている総統府の上にそうすると各国は気,づいていや気がついて経済制裁って言ってもう遅い経済制裁をやるときにはもう終わってるこういう状態にするんだという専門家がいるんですよね。 だからつまりやるんだけれども国際法上の軍事力を使わない行使しないで極めて短期決戦で、まあっという間に、えー、やるかそれまでの間、えー、非合法の活動を重ねることによってやるんだってうでもう一つのやり方があるんですそれはです、ね、アメリカが出てこないようなやり方ってあるんですそれはどういうやり方かというとですね台湾の中で台湾は独立すべきだ私は総統になると言って選挙戦をやると。 実ははアメリカは出れないんです。つまりそのシナリオが台湾によって台湾の人々の独立機運によって、えー、紛争状態になって中国が手を出さないといけないような事態になった場合はアメリカはダメなんです。これに対しては報道にあるようにいやいやそうじゃなくて。 えー、そういうことを否定するようなアメリカの議会で法案を作ればいいんだという議論もあるんですけど、いずれにしろですね、えー、と独,独立すると誰かに言われて、それが大勢力にだって紛争になった場合は、アメリカは台湾関係法に基づいて、それは台湾人がやってるんだから、それを守るという義務はアメリカにはないんだということを中国を工作すればできないわけではないと。 いうことなんですよ。いずれにしろアメリカが関与しないようなやり方でできるかというのが大事です。第2代理はその今もしてあのお話のようにつまりその時のバランスがどうなるかということですけれども中国の内陸部に1250ぐらいの弾道ミサイルことあることは確かですこれを一挙に中国によって発射されるとをアメリカはああ 台湾に近寄れないいでですす近寄れないですなんで内陸部にあるかというとこの沿岸部にあると中国アメリカの空母から攻撃されるからアメリカの対艦ミサイルいわゆる艦艇に載せている対地ミサイルでは届かないような距離のところに置いてるわけですねでこれに対抗する中距離のミサイルはアメリカは持ってません だから対抗する能力はないんですで今開発して実験をしようとしてますけどまだ成功しませんで、えー、これについては例えば極超音速のミサイルは、えー、の、えー、今ものすごい勢いで研究開発中で日本も研究開発中ですけれどもいずれにしてもそれが成功したところで巡航ミサイルです弾道ミサイルにはなりません弾道ミサイルを作ろうと思ったらいわゆる INF 条約でいう INF を作らないといけないということになります。しかし、これを作ったらどこに置くかっていうことが問題です。で、置くところっていうのは、こんなありません。えーまあ、日本がベストだと思います。で、日本の社会が受け入れるでしょうか。あ韓国は置かないと思うんですよ。中国は怖いから。あとのところは ASEAN アアは置くはずはないです。合衆は遠すぎる、届かない。日本でも言おうとはちょっと難しい。つまり 乱暴なことを言う人がいてバゲ島に置けばいいなんて言う人がいるけども全然そんなことには使えませんいずれにしろですねアメリカが弾道ミサイルを開発しても置くところがないんで結局はそれ,、ね、それを地上に置くのは無理なんだとつまり航空機に搭載するか艦艇から打つ以外にないとだ,だったけどだけれども艦艇とか航空機から弾道ミサイルを打つのは聞いたことがないですよね。そういう、うん その兵器システムってまだ開発されてませんだからバランスはですね中国の方が優位なんですで、ね、同時に今のお話のように戦闘機については、えー、第4世代と第5世代が例えば今1100ぐらいかな、えー、やがて5年ぐらいで1450ぐらいになります中国は。 えー、ところがアメリカは第5世代の戦闘機をこのあたりに250ぐらいしか持ってないんです、つまり在韓米軍と在日米軍だけです。で、アメリカは本土にほとんど引き上げてしまっているんです、えー。ガンにも置いてないです、えー、サイパーにも置いてないです、うん、ハワイには置いてないです。えー、だから、これをです、ね、350機持ってる日本の航空自衛隊でカバーしないといけない。 そうすすると対応できますただ全勢力を使うかもしくは日本に相当な空中吸引今のような奇数じ話にならないですかなり多数の空中油機を運用して米空軍の戦闘機に空中給油をやると戦闘能力がだーっと伸びますね。でそういうことをやらないとおそらく、えー、そのお話のように台湾海峡の制空権を取ることができません。 制空権を取らないで上陸部隊が来ると、えー、この前の,その、えーまあ、ウクライナのおようにモスクワが撃沈されたように、えー、対艦ミサイル地上から対艦ミサイルで台湾から対艦ミサイルを飛んでですね揚陸部隊が全滅しますでそれをやらさないためには圧倒的な力を持っておる制空権と世界権が台湾海峡の上にないと ダメですでそれを脅かされるのはどこかというとそれはカデナの空軍基地ですということは中国は何かあった場合にどうしても有利なバランスを維持しようと思ったら最初にカデナの空軍基地を叩いてくる可能性があります。ということは沖縄にとって容易なようなことが起きます。だからどうすればこのバランスを優位にするかということが大事です。この2つのことを同時に考えないとの台湾シナリオを良くすることができないんです。 いつも我々はシミュレーションをやりながら、一体どういう防衛力をどこで研究開発し、そして中国が持っているようなその極超音速のミサイルに対応できるためには、発射段階、つまりブーストフェーズから発見しないといけないんですけど、地球は丸いですから、レーダーでは見えないんですね、こうブーストするときに、こう地球が丸いから。OTH ですから、オーバーザホリゾンですから、直線距離しか見えないですね。 とここから発射されるミサイルを探知しようと思ったらコンセレーションがいるつまり低高度のコンセレーション数百か数千こうやって動かしてです、ね、そこから情報を取って SM6 ぐらいで迎撃するという非常に複雑なオペレーションをしないと対応できないですだからもう全く今は過程の話ですけどもすべてがプロセスの中にあります日米も研究開発をしている という状態で、えー、中国や多分北朝鮮とロシアが中国の誘いに乗って日本に挑発してくる。それで日本の防衛力をあっちの方に向けて台湾海峡を下すにして力の空白を作ってこちらに手を出してくる。もう中国の上等手段ですから。いつも今の静かなそのスタティスティックな状態でバランスを考えても意味がないです。 どうすれば陽動作戦を防いで日本の防衛力はもう焦点に集中することができるかということを考えておそらく国家防衛戦略が出来上がっていくというふうに考えてますのでかなりあのこれを考えるためにはですねいろんなものを読んでいろんな人を相手に相手にしてですねご議論になる。 とと良いと思い思ますもうあの我々がよるとたかるとこんな話ばっかりしていて本当に役に立つのかどうか分からないけどものそのために一つでも日本の防衛力をです、ね、前に進めるために一体何が必要でどれぐらいお金かかりどういう研究開発をしないといけないかということを日々考えながら生活するという状態なので、まあ、その一端を理解していただくために今の話をしたわけです。以上ですか はいいありがとうございます、あのーとえー、オンラインの方から質問が一つ来てますので、それを読ませていただきます。えー、っと朝日新聞の八津さんという方です。えー、っと室本さんは防衛大臣の時代に米海兵隊が沖縄に置かれているのは軍事的な理由ではなく政治的な理由だとおっしゃっていました。米、えー、海兵隊の、えー、EABO などの新しい戦略構想が出てきた今、 え先ほどの考え方に、まあ、それから今おっしゃった、えー、っと安保環境の状況の問題、えー、も、うん、そこに影響あるかと、これはまあちょっと私の,あの質,問に質問に加えた部分ですけれども、えー、先の考え方に何か変更はございますかという質問です。あのあの私が申し上げた説明が言葉足らずだったかもしれないけれども。 あの軍隊があるのは政治的になんていうのはあ本当はあ,のあんまりいい説明ではないので、えー、抑止的な機能を果たすために、えー、部隊があるに決まっているわけであって、まあ、そういう意味ではです、ね、海兵隊はずっと重要な役割を果たし続けてきたと思います。で今海兵隊は その役割がああ変化しつつあるのではないかというふうに思います。沖縄の海兵隊っていうのは本来どういうものかというと空母機動部隊の中に組いられ組入れられて、えー、空母機動部隊が作戦をするときに、えー、海兵隊がですね揚、えー、陸艦に乗って、えー、空母機動部隊の中の 一つの要素を果たしながら拠点を上陸をして拠点を作ってそして本来本体であるアメリカの陸軍上陸部隊が来るための基盤作りをするっていうのが海兵隊の役割ですがどうも見ていると海兵隊を そういう本来の目的よりももう少し広い役割を持たせようというのが今のアメリカのわるフォースデザイン2030という戦略によって明らかになりつつありますこれはおそらくその結果としてどういうことが起こるかというと、えー、ね何のためにアメリカの海兵隊 約ざっと2万ぐらいのうち半分ぐらいをハワイとガムに移したかっていうことですがそれはですね広範な地域に海兵隊の部隊を広げることによってまあ言うなれば何て言いますかね必要なところにその兵力を集中して集めて使えるようにするということです。もっっっととはっきり言ってしまうと あるところに海兵隊を集中させておくと非常に使い勝手が悪いのでいろいろなところに分散配備することによっての広範な地域特にこのこの地域はヨーロッパと違って海洋の地域なので海洋における紛争自体に対応できるようにいつでも海兵隊の戦力をあるところに集中させて使うようにするということでその 主たるおそらく目的はハワイに中心部があってハワイからお扇のように沖縄とそしてガムとおそらくオーストラリアの方この最低3つのところに海兵隊のデタッチメントっていうのは部隊を置いて何か紛争が起きたらそれは台湾であれどこであれ 兵力を分散している兵力をうまくこう切り張りして使いながら戦力を集中させて、えー、の使うとこういうですね柔軟な運用にしなければなかなか18万ぐらいの海兵隊を無事に使うことができないと。で海兵隊の持ってる意味っていうのはヨーロッパにおける陸軍兵力なんです。でヨーロッパは陸軍をおけますが このインド太平洋には陸軍を置いても地上でしか使えないので、まあ、唯一その役割を果たしているのは在韓米陸軍だけです。これは在韓米陸軍は朝鮮半島にしか任務を持っていません。えー、他のところに持っていくという任務が本来その部隊として持ち合わせていません。したがってです、ねえー、ヨーロッパにおける陸軍はインド太平洋における海兵隊が 同様の役割をしている真ん中が海なので、えー、どうしても艦艇に乗せて動かさないといけないあるいは航空機に乗せて動かさないといけないんですけれどもいつでもです、ね、集中展開できるようにある部隊をある部隊と集めて、えー、焦点にこう、えー、投入するということができるような戦力にして限られた海兵隊の兵力をです、ね、この広大な地球儀の3分の2を占めるような この広大な海洋地域で柔軟に使うために沖縄の持っておる、えー、役割はこれから変化していくと思いますがその重要性は決して減るものではないというふうに思います。えー、だから私はさっき申し上げたようにそれならば日本も、えー、そのまあはっきり言うと黙って見てないで自衛隊の人にしょっちゅう,言うんですけどもガム行こうよと。 ガムに行ってアメリカとの別地域協定を作ってガムに駐留するとそしてそこを拠点にしてアセアンの国々やオーストラリアやアメリカと訓練をしたりアセアンに出て行ったりしてそこをですね演習や訓練のためだけではなくて兵力を、まあ、そこでストアする、まあ、貯金をする貯める。 そして後方支援の根拠地を作ることによって地域を面にして、えー、抑止の機能を果たさせるそれをやることによってアメリカに貢献をするというですねアメリカの海兵隊に乗っかって、えー、日本の自衛隊が同様の役日本は海兵隊作れませんからあのそういう役割を果たすということなんじゃないかっていう。 言うんですけどいやまあそれは森野さんの言うことはよくわかりますけどオーストラリアに行くと蛇もいますしなかなかあの土地はなかなか貸してくれないしの地位協定というけどもあのなかなか難しいんですよと言ってみんな躊躇してなかなかうんという,ということを言ってくれないんですけれども数年にわたって同じことを私はずっと言い続けてきてます。 一時あの防衛省の中であの確かにガムに一時部隊を駐留させるそこ,にそこを駐留させることによって部隊が機能するんではなくて調整場を作ることによってです、ね、インド太平洋における訓練とか演習をできれば沖縄ではなくてサイパンの地域の島 これは使えることになっているんで、そこを使って訓練をするための調整をするためのまあ,あそのデタッチメントっていうのを、えー、作った方がいいんじゃないかっていう、うん、ことで賛同してくれる人もいるんですがなかなか実現しませんね。えー、やっぱり私はあの日豪で円滑化協定ができたのがこういいチャンスだと思っていますので、これから豪州との関係が えー、もっと緊密になると、あの非常にいいいなと思いますついでながら、ちょっと余分なことを言いますけれども、あの私はあの今のインド太平洋の中で、豪州、えー、の政治状態は韓国の新しい政権と並んで注目点で、えー、今月、豪州は下院選挙を迎えます。 スコット・モリソンは豪州で人気が非常に高く支持率は高いんですが世論調査を見るとそ,そ,のそれとは別にです、ね、政権交代の時期だというと世論の方が強いんです。ということは保守政党から労働党にするということです。アルミニージっというです、ね、新しい首相の到来を期待する声がある。個人的にはスコット・モリソンの人気は高いんですよ。前回もだから 政党としては労働党じゃなくてその、まあ、労働党だったんですけど個人としてはスコット・モリソンの人気が高かったので、まあ、あの今の政権ができたんですが、えー、これがクワッドのお開催される3日前ですかあに選挙があるということなのでクワッドにも大きな影響を与えますしこれから日米合意特にインドとの関係 それから労働党ですから伝統的に中国とやはり保守党よりも中国との関係が緊密な関係を持っている議員が労働党の中にはいますので中国との関係がどうなのかそのことによってインドとの関係がまた変化するファクターが出てくるわけです。これはクワッドの将来に大きなな影響を与えるかなと思っていて、い、まあ、皆さんもご注目 していただきたいなというふうに考えます。余分なことですが、付け加えました。はい、ありがとうございます。えー、っと、いただいた申し訳ないんですが、ちょっといただいた時間をオーバーしてしまいましたので、あのー、えー、っと、沖縄絡みの質問になりますか沖縄絡みの。まあ、はい、はい。えー、っと、よろしいですかじゃあ、はい、最後。はい、すみません、琉球新報のあきらでません。 この先ほどの質問に関連してなんですけど、やはりあのちょっと現職だった時に発言されたことと、今おっしゃっていることの整合性がよく分か今の質問を聞いてもちょっと詳しく聞きたいなと思って、その当時、まあ、軍事的には沖縄でなくても良いが、政治的に考えると沖縄が最適だと、普天間飛行場の移設先についてですねであの、例えば日本の西半分のどこかにマグタフが完全に機能するような状態であれば、 沖縄でなくても良いとあの発言されてるんですけど、これはどういう意味でおっしゃったんでしょうか、はい、あのそのど,どこの部隊でもそうですけれども、ここの地域でなければならないということを軍事的に突き詰めて考えた場合に、必ずしも合理性ができないということはありうるわけですね。例えばあるところに 陸軍の部隊がないといけないいいとけ陸軍の部隊がここにないといけないということを軍事的に証明するのはよほど特殊な理由がある場合に限ります空軍なんてのは動けますし海兵隊も動けますし海軍も動けますしです、ねまあ、陸軍の場合は動かさないと、えっと、ダメなので、えー、かなり、えー、条件が制約されますが。 だから海兵隊っていうのをどこに置くかっていうことについて当初随分とオプションをいくつも考えて検討しましたねそのことが示すようにですねどこでないといけないならオプションなんか検討する必要ないわけですオプションを検討するっていうことはいろんな条件のうちどれがベストだろうと思って A 案 B 案 C 案 D 案と随分検討して今行き着いた先が今の FRF FR っていうかな普天間のリプレイスメントファシリティの地域だったんですそれはさっき申し上げたように100%軍事的な合理性があるかどうかというよりかむしろ政治的にどこが一番望ましいかというよりか実行可能かっていうことをクライテリアの上位において選択した結果として オプションが選択されたとということを示すすわけですよねだからずいあのいろんな意見がありましたよ、えー、当時海兵隊はどこに置いたらいいかっていうのは、まあ、初めは日本の西半部いや北海道まで議論されましたそして日本の西半部いやいやあの関西空港に置けばいいとかなんかそういう議論もありました、えー、九州だっていくつもありました で沖縄だって沖縄の中でいくつかありました岡本幸男さんが亡くなられた本の中にあるようにですね普天間のあの今の基地ではなく他のところにもっとベストなところがあると彼はずっとまあ言い続けて本にも亡くなられましたけどそれは何を意味するかというと私が言ってるだけではなくて軍事的に、えー、そこでないといけないという必然性があったということを意味しないということですよね。 だからいろんな暗い体の中でやっぱりどれが実現性、可能性が高いかということで、まあ、何年もかかって今の選択が行われたということでその選択が良かったかどうかということはこれはです、ね、元にさかのぼってもう十何年の努力って言いますかねを無理するような議論は私はすべきではないもう前に進む以外に私は方法はないと。 思っているわけです自分を弁護する気はそのありませんがあ随分私もこれの検討作業に当時は大臣にはな,らなかったですがその前に岡本幸雄さんなんかとも一緒に、えー、いろんなオプションを考えて現地に行ったりして検討をしましたけどやっぱり今の土地が普天間の返還を実現するために一番 早い方法だなと今は確信を持っています。すとまだまだあのご質問あろうかと思いますし、ちょっと話あの非常に幅広いお話だったので、年末の国安保戦略の改定に向けてですね、またちょっといろいろ勉強会をやりたいと思いますので、ぜひそこでお話をもう一度聞かせていただきたいというふうに思いました。ありがとうございました。いやあの えー、あんまり大した能力ありませんけれども、ね、あのどこかの段階で、えー、お招きいただければあの少人数でも、えー、率直にお話ししてみようと思います。ついでながらあの国家安全保障戦略をお検討する NSC の作業はあの今までと違って、えー、諮問会議だとかあそういうものを一切やらない。うん これはそういう方法を決めて、ただし、専門家の意見を聞くために意見交換会を3回やりますということで、うんうん、1> 私、1回目に呼ばれていたんですね。でこれはあの諮問会議じゃないということで、それ以来は会ってないですね。であの、国家防衛戦略と防衛力整備計画については一切ないです、それだ その代わりにって言ったらおかしいんですけど自民党に検討をしていただいて提言を受けるという形にしているので、うん、実際はこの政府の中でやってる作業は全くブリーフされてません本当に知る人ぞ知るっていう感じで中は分からないことになってますので、まあ、そういうあ,とある限定された条件付き、えー、でお話しすることができれば。 記号をいただきました、混迷する情勢下における東アジアと日本の将来を真剣にえ展望する人、ま,あ、まさに、まあ、今の現状、現下の状況の下で、えー、真剣なあ展望の議論が必要だというご提言をここにお書きいただきましたありがとうございました。 えっと、時間をちょっとだいぶオーバーしてしまいましたけれども、これで、えー、と森本さんの会見を終わりたいと思います。えー、ご協力ありがとうございました。どうも、うもありがとうございました。